走ってきた走ってきた。え、隠れた。あやと、おお、やべ。こいつ、こいつ引っかかんねえぞ。引っかかんねえぞ、このあやと。はい、こんばんは、島津です。本日はですね、こちらのフリーホラーゲーム、ヤンデレのストーカーといった、ゲームをやっていきたいと思います。まあ、こちらのゲームね、タイトル通りなんですけど、ヤンデレなね、彼女らしき人物がですね、主人公を学校で包丁を振り回しながら追いかけますといったゲームになっております。それでね、皆さん、こちらのゲームなんですけどね、どこかで見覚えないでしょうかね。そうなんです。うちのチャンネルでもね、今後アップデートが来るたびに、プレイして追っていこうって言ってたゲーム、最古のストーカーにすごく似てますよね。実はですね、こちらのゲームね、パロディ作品としてね、作られたゲームになってます。最古のストーカーのね。これを作ったね、制作者の方が、しっかりとね、最古のストーカーの制作者の人に、連絡を入れて、許可を得て作った作品です。だからパクリゲーとかではないんですね。ちゃんとしたパロディ、公式のパロディ作品です。今、机に隠れてるね、この子が主人公だと思われます。はい、それではやっていきましょうか。どれだけ長いのかわかんないんですけどね。で、このゲームで、実はですね、ヤンデレ彼氏もいるんですよ。あやと、愛し、あやと、ということを、愛し、あやの、という子をね、選ぶことができるんですね。まあ、今回自分はですね、愛し、あやのの方を選んで、ちょっとプレイしていきたいと思います。ノーマル。まあ、クリア条件としてはね、シンプルですね。鍵手に入れて、脱出するって感じになってます。感度調整がね、そうだね、すごい結構高感度ですね。あれ？あ、これあれだよね。ここを開けるための鍵ですよね。ここは多分、用務室だと思われます。開いた。うーわ。めっちゃ作り込んであんね。クオリティ半端ないですよね。本当にパロディ作品かと。バレた？お、バレてる！おお！あ、動きが最高。動きが最高ですね。やば、あれ。ちょっと待って、どうしよう。あ、負けた。どこに鍵あるのかね。開かない。ロックされてる。待って、今中広いだよ。あ、ここ？あ、カーテンを閉めることができるみたい。来てるね。ちょびちょび寄ってきてるよ。ほら、あそこいるもん。ちらっとほら、見えてる。隠れられないのかな、ロッカー。ロッカーに隠れられないよ。走ってきた。隠れた。また隠れた。すんげえ見てる。やめてよ。返してよ。嫌だよ。お前に刺されるのは。俺が何をしたって言うんだよ。そういうことか。わかった。見られてる間は近寄ってこないんだ。コミュ障みたいですね。どうやらこの、綾乃ちゃんは。はい。わかりましたよ。え？いや、来ちゃった。ごめん、嘘だった。コミュ障じゃなかったわ。全然コミュ障じゃねえわ。早えわ。早えわ。ちょっと待って。これ逃げられないんじゃない？ロッカーそこ隠れられそうだったね。え？待って。まあ、あぶねえ。あぶねえ。すっとかわしたよ、すっと。待って、あやのちゃん、早い。足が早い。これ逃げられなくない？あ、おい。は？ If I can't have you, no one can. え？今何された？待って。ナイフかなんか飛んでこんかった今。なんかピュンって飛んでいかんかった前方に。え、ナイフ投げられた今はまさか。え、っていうか足早すぎ、無理やんこれ。見られてるとアウトでしょ、おそらく。隠れても、え、やばない、綾乃さん。投げナイフ使ってくんだけど。え、待って、投げナイフとか元祖の最高よりか立ち悪いよ。投げナイフまではしてこんぞ。瞬時にワープする能力は持ってたけど。飛び道具使ってくるとかダメでしょ。聞いてないって。それは。
開かない。鍵どこだろうね。てか走りてんだけど、これ。あまりにも足が。あ、下に出てるやん。3の3に鍵あるって。次のところに行くための。3の3を探せばいいんだよ。ちゃんと下にヒントが出てくれてる。ありがたいことに。走るよ、もう。あまりにも遅い。あ、これ逆だな。ここか。こっちが、ん?こっちが?こっち違う。こっちだね。この奥だね。3年多分。バレないか大丈夫か。あったあったあった。3の3。3の3に行きましょう。今んとこ、綾乃ちゃんとは会ってないですね。バレたバレた。後ろいた後ろいた。オッケー、取った。イエス先輩っつった。はい。あ、そういえばあれだった。これね、ボイチャ機能があって、10個あるんだ、鍵。あと8個取んないといけないっぽい。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ here。Help me。入れる?隠れたっぽい。これ喋って大丈夫なんかね。声だだ漏れってパターンじゃないよね。ボイチャしてたら。ボイチャっつーがマイクオンにしてたら。どっかボタン押さないとおそらく喋んないんだと思うけど。さっきのチュートリアル画面説明文のところに書いてあったでしょうね。次はラボ、ライブラリー、図書館。図書館は多分この通りだと思う。これ怖いところがさ、ワンパンってところだよね。サイコは HP があるから、一回襲撃受けても持ちこたえられるけど、パン捕まったら即アウトだからね。難儀するかもな、10個集めんの。4の6、来た。ゲット。次4の2。近くで助かる。はい。はい。2の3、次。2の3どっちだっけ?こっちか。2の3こっち。これさ、ロッカー先に開けといた方がいいね。あとは閉めるだけでいいから。そうだね。2の3。で、4の1。4の1。あれ、これクリアできんじゃねえか。結構すんなりと。ごめん、フラグ立てちゃったね。自分が言うとフラグ立つんだよね。いるいる。おお、フラグ建築士だからね、僕って。来てる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 。やばいやばいやばい。痛い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 。びっくりした。心音が聞こえる仕様になってるね。消えた。来てる来てる。はい。セーフセーフ。しっしっしっ。デッドバイみたいですね。心音が聞こえるって。電気落としてくんだ。最新バージョンの最高と同じことしてきますよ。おおおお。今ちょっと今チラって通り過ぎるのを待とうって思って下向いてたけど。白い目が、あ、違う。赤い目がスッていったね。ん?開いた。おお、危ねえ。いた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 。いた、マジか。危ない危ない。ほら、投げナイフしてる。投げナイフ。投げナイフやばい。ちょいちょい開けとけばよかったな。はい。インザロッカー。は?なんでよ。なんでよ、お前。お前、四角やっただろうが、どう考えても。とりあえずスペースを押すとマップが開けるっていうのは理解しました。あるやん。自分の位置がわかりますね。ああ、これはありがたいわ。マップありは。ね。はいはいはい。来た?来たね。初手まずい。変わった動きすんな。綾乃ちゃん。走ってる走ってる走ってる。Yes.
Yes. はい、あやの。Yes, 先輩。Yes, 先輩っつってる。はい、あやの。Yes, 先輩。声ダダ漏れだわ。あやの。Yes, 先輩。マイクダダ漏れ。うん。あやのって言うと、あの答えてくれね。Hey, あやの。Yes, 先輩。ほら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 。Do you not like?これには反応しないんだ英語文がね、おかしいんでしょうね。あんたこと嫌いよって言いたかったんだけど。あやの、ストップ。Yes, 先輩。言ったな、言ったな。お前止まるって言ったかんな。今聞きました、皆さん。止まるって言ったよね。あやの、ストップって言ったら。そろそろ投げナイフ使ってきそう。スキルかな。危ない危ない、来た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 。危ない危ない危ない。多分あれスキルだよ。あやのの投げナイフ。スキル投げナイフって。心音で少しは分かりやすい。分かりやすいけど。え、これやばない？ちょっとうまい具合にこう引っかかるようにこう、うん、角すれすれ攻めればいいんじゃないかなと思ったんですけど、ああ。If I can't have you. 3の2。ここやん。3の3。うわ、ラッキー。うっそ！死にたくない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 マジで死にたくない。ナイフ使ってくんなよ、スキル使ってくんなよ、スキル使ってくんなよ、マジで危ない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 。先輩じゃねえよ、暴言。危ねえ、スキル回避、スキル回避。あれはしゃがむのが正解みたいなんですけど、しゃがんでるとなんか追いつかれそうな気がするから、あの私はやってないです。ジグザグして逃げてます。終わり。来た、エグジット。来てる来てる、そこなはず。うん、3の3のあの列のとこにゲータ箱あったからね、あそこだと思いますよ。来てる来てる来てる。まあまあぐるっと俺は一周する。うん、じゃあな、あやのちゃん、私は帰るよ。返して。ほんと、あの、しんどいっす。あやの先輩。まあ、こっちは先輩なんだけどね。いない？オッケー。こうでしょ？来たー来たー。コングラチュレーションかな？ You escape. おぉ。出れたマジ。もう病んでる病んでる、怖い。あれいいかな、あ、いいだ。病んでる怖いよね。先輩もかなりビビってるよねこの先輩も。あ、そうだね、あのちょっとあやとくんの方も見てみましょうか。うん、てか今のでノーマルだったんだね。あやとくんもね、うん、病んでる彼氏好きな視聴者がいるかどうかわかりませんけど、こっちもちょっとじっくり見ておきましょう。これどうなんのかな、女の子なんかな、この主人公。この主人公女の子なんですかね。刺された時にわかるよね。あやっと、あ、どっち、あやっと、あやっと、なんて、あやっと、あやっと、あや、あ、先輩って言わないわ。うん。あやと、あやと、あ、先輩っつった。あやと、あやと、え、複数喋ってる気がする、あやとの場合。あやと、おお、やべ、こいつ、こいつ引っかかんねえぞ、引っかかんねえぞ、このあやと。やばい、あやのちゃんよりか頭がいい。あやと、あやと、ちょっと止まって聞きたいですね。距離離してるから聞こえづらいよ。引っかかんないよ。喋ってんだけど引っかかんねえから。あやと、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 あやと。
If I can't have you, no one can. 女の子になってる。ヤンデリ彼氏怖え。ヤンデリ彼氏怖え。まさかのね、あやとくんの方が頭がいいっていうね。引っかかんなくて、会話がちゃんと聞けませんでしたね。まあ何かしらね、喋ってたんですけど、複数通りのね、言葉喋ってましたね、あやとくんは。それで、あやとくんだけど、複数通りね、喋ってましたね。あやのちゃんは、イエス先輩しか言わんかったんだけど。まあ、もう、先輩のことしかね、頭にないんでしょうね。はい、先輩、はい、先輩って。もう、それしか頭にないんだと思われます。はい。ということで、本日はね、ヤンデレのストーカー、最後のストーカーのパロディーゲームやらせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。で、こちらのヤンデレはですね、そうだね、最高みたいに忍びチックな、瞬時に背後を取るとかいったね、そういった動作は取ってこなかったんですけど、飛び道具を使ってきましたね。投げナイフといった。あれはびっくりだわ。当たれば動きがね、遅くなって捕まるっていうね。で、捕まったら、これ基本ワンパンだから、そうだね、そこら辺で言うと、最古のストーカーよりか、エグかったなっていうのが感想です。はい。ちなみに、こちらですね、こっから、こっちもバージョンアップしていくって言ってます。まあそういったことを言ってるので、バージョンが上がってね、大幅になんか進化とかが加わったりしてたらね、また実況していきたいと思います。はい。ということで本日は、最後のストーカーのパロディーゲームやらせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼させていただきます。島津でした。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。